毎年行われている全日本少年武道練成大会。全国から集まった少年剣士らが日頃鍛えた技を競います。こんにちは、荻原継春です。老若男女を問わず世界中に数百万の愛好家がいると言われる剣道、その魅力はどこにあるのでしょうか。そして剣道の動きや技にはどんな秘密が隠されているのでしょうか。さまざまなスポーツを科学的に分析するこのシリーズ、今回は日本の伝統的な武道剣道を取り上げます。今回剣道を科学的に研究されている先生がいらっしゃるということで、東京農工大学を訪ねました。早速剣道着を着てみました。こう身が引き締まる思いなんですね。実は私中学の時に体育の授業で剣道をやったことあるんですが、それ以来なんです。今回は身をもって改めて剣道という競技探ってみたいと思います。今日は名切先生にいろいろ教えていただきます。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。僕まあ本当初心者なんですけども、まず最初に何をしたらよろしいでしょうか。そうですね、まず基本的なことを練習しましょう。はい。そこで今度は手を、武士としての人間形成を目指すことから出発した剣道。荻原さんはまず礼儀作法を学びます。その中に鼻を入れるようなんですけど、腰から折ってあまりここ、そうですよね。刀を扱うという意識を持つため、また操作が容易なことから最初は木刀で練習します。なるほど。そう、はい、そう、まっすぐに振った方がいい。まっすぐに振ることも難しいですね。難しい。だ右手と左手の力がうまくその左右均等に働かないといけない。だいたい小宮さんの右手でしょ。はい、そうです。やっぱり左手が弱いから、左手で振り上げて左手を下ろすぐらいのつもりが一番いい。ちょっとバランス取れます。そう、右手の力のこと。さっきよりなんか先端の軌道が良くなったような気がします。そうそうそう、非常にいい振り方してる。あ、そうですか。なかなか初心者そういう振り方できませんよ。僕にも少し侍の血が流れてますかね。流れてるで、ちょうどこれがピタッとこう来てると可動性が悪いから、だいたいこう握り腰一つ前、はい、で肩に力が入るから、その分楽にするためにちょっと下げると楽。でこういう構え、はい、ね、ということです。これはまず基本的には一番、はい、まあ何ていうかな、剣道で一番よく用いる中段の構え。中段の構え、一応現代剣道ではルールがあって打つ場所が決まってるわけですよ。ええ、でそれは打突部位は次のように決められています。正面、左面、右面、右胴、左胴、小手、突き。これ以外の場所を打っても一本にはなりません。そこを打つためにはまっすぐに振りかぶってまっすぐに下ろすということと、まっすぐに振りかぶって斜めに下ろすという立ち筋が必要だ。突きはまっすぐ、これをこう手を前に出せばいいということになります。はい、でここから斜めに打つ、打突部位を打つための立ち筋を覚えます。そうそうそう、前前、前へ、はい、後ろ。体を移動させるための足さばきを送り足と言います。前へ、社交ダンスを習いたいです。そうそうそう、いや、よく似てるんです。そう、いいですか。パッとこうやれば届くでしょ。うん、今一歩ですよ。はい、一歩で届いた。はい、ね、ということはこの距離をね、一足一刀の間合いって言うんです。一つの足で一つの距離、はい、その打ちでもって相手を打てる距離っていう、一足一刀の間合い、間合いっていう、はい、相手を、はい、送り足と間合いを覚えるため気を合わせながら体を移動。下がる、目見て、うん、はい、どうぞ。次に送り足と打つ動作を同時に行います。これを打突動作と言います。はい、あ、なんか面白いですね。
そう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 。荻原さん様になってきました。そう、そう、ああ、うん。イメージしてください。こういう打ち方になる。こう相手が向こうアウトするとね、こういう風にしておいてパーンというような風に打ってくる。その一連の動作を踏み込み動作という。踏み込み動作ですね。踏み込み動作、はい、でこれができるという。はい、1、はい、2、はい、どうぞパーン。そう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 。でその時に大きく足を前に踏み出していく。はい。ここまで練習したところで荻原さんの踏み込み動作を検証してみます。剣道の打撃動作の力学的モデルの構築を研究テーマにしている横山先生に荻原さんの踏み込み動作の分析をお願いしました。踏み込んだ右足が地面についた時の踏み込み圧と接地時間を記録します。同時に収録した踏み込み動作をスロー再生してみます。今振りかぶって、はい、それで、はい、足を前に出してですね、ここまでいいんだけども、ええ、足が振り出されてついたですね、ええ、ついてでしばらくしてから打ってますでしょ。でこれはだから要するに、まあ、一つの初心者のパターンなんですけども、この時に要するに打つタイミングと、ええ、それから足を踏み込むタイミングが一致することが必要なんですよ。はあ、僕は足が出てからようやく打ちに行ってるんですね。それじゃダメなんですね、うん、ダメっていう。足と打つのが一緒に、ね、一緒になるようにしていくというのがこれからの練習なん。剣道の試合で一本を取るには有効打突が必要とされています。その内容はどのようなものなのでしょうか。この市内のですね、一番まあ力学的に力が加わりやすいところ、つまりまあ物を打ちと言います、ええ、でここの部分でしかも鶴の反対側で打たなければいかないということになります。したがってここを打突、市内の打突部で、はい、で限られたいわゆるこの打突部位、面、ええ、固定、胴、はい、突きというものを打突する。そしてですね、必ず鶴の反対側で打たなきゃ。これは刃筋と言います。刃筋、刃筋正しく打つということですね、はい、でなおかつですね、今度打ちっぱなしはダメなんですよね、で打った後もですね、相手に対して身構え気構えを表すというのが斬新というんです。斬新、心を残す、まあ要するに油断をしてはいけないよということで、必ずそういうように身構え気構えを示すというようなものが揃って初めて有効打突として一本として評価されるわけです。なるほど。剣道試合審判規則では、有効打突は充実した規制、適正な姿勢を持って市内の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、斬新あるものとするとなっています。今度は荻原さん、木刀を市内に持ち替え、有効打突を意識して改めて振り方から練習します。自分の背骨と相手の背骨を一致させるように、ここからこう構えといて打ってくね、こう構えるでしょ、そっと構えて、そっと、なるべく上体を相手に正対させる、はい、じゃあお互いに礼、回答して、はい、1、はい、抜きながら尊敬、そう、そうだね、はい、立って、そう、そこから振りかぶって、はい、どうぞ、はい、面、そう、面、そう、はい、面、そう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 。荻原さん、一本を意識して熱が入ってきたようです。ね、うん、それでいいんですよ。有効打突を意識しながら正しい踏み込み動作を練習します。そうそうそう、はい、はい、一歩入って、スッ、はい、はい、そうそうそう、いいですよ、はい、構える、スッ、そう、手の力抜いて、肩の力抜く、スッ、そう。さて、荻原さんの踏み込み動作は進歩しているでしょうか。
基本的な練習をした後のビデオを先ほど見ていただいて、はい、その後手足のタイミング等の練習をしたんですが、今このビデオを見ますと、とてもこのまず第一にこうとても滑らかに動作ができているなというふうな感じがしますね。はい、先ほどは言葉は悪いんですが、こうロボットが動いているようなそういうような感じだったんですが、ちょっと硬かったですか。打った後も非常にこう滑らかに動作が続いているというのはとても大事なことなんですよ。はい、それから手と足のタイミングについては、はい、まだ若干足の方が早い、早いんですが、随分改善されたと思います。この装置はウォーキングとかランニング の、はい、足の裏がですね、床面に、骨折する時の力を測定できる装置なんですが、はい、で今出ているグラフは荻原さんが練習前 の、はい、の踏み込みの様子なんですが、まずここを見ていただくと、はい、踏み込みの力がとてもこう小さいというふうなことがこう分かるんですね。はい、ちょっとグラフを変えますけれども、うん、これを見ていただくと、明らかに踏み込みの力がこう大きくなってるんですよ。ああ、本当だ。分かりますか。なおかつ設置してから足が離れるまでがとてもこう短くなってると、瞬間的に大きな力を出せるような踏み込みに変わった、とても上手になったというふうなことなんですね。練習前と練習後の踏み込み圧を比べてみると、練習後は約2倍の力で設置していることが分かります。踏み込んだ足が設置している時間はごくわずかですが短くなっています。剣道初心者の荻原さん、短い練習時間で剣道らしい動きを習得できたようです。こちらの方はこう足が設置して離れるまでの様子をアニメーションで示してるんですけども、かかとをついてから前の方にこう移動していくのがちょっと、スムーズじゃないんですね。ところがちょっとグラフを変えますけれども、こちらの方の様子を見てもかかとを踏んでから離れるまでがとても滑らかに乗り込んでいるというふうな様子があるので、これが剣道特有の踏み込みの動作なるほどですね。先ほどよりこのデータで見る限りすごくバランスよく乗ってるように見えますよ ね、 そうですね、体重が、はい、練習前と練習後の踏み込んだ足の設置の状態を比較すると、かかとからつま先へかけての体重移動がバランスよく滑らかになっている様子が見て取れます。もう一度踏み込み動作を比較してみましょう。練習後は足の踏み込みと打突がほぼ同時に行われています。初心者と高段者を比べてみても、初心者は踏み込みに対して打突が遅れているのに対し、高段者は踏み込みと打突が一致しています。剣道では危険体の一致という言葉があるんですが、危険体の一致ですか。はい、気持ちの気と、はい、剣と体と、はあはあ、この3つの要素が気、剣、体ですね、はいですね、その3つの要素が同じタイミングになるようにというふうなことを言うんですね。で特にしないで相手を打つことと、自分の右足が床を踏みしめるタイミングをなるべく同じようにしようというのが努力目標なんです。それができるようになると剣道らしい動きに見えてくるんですよ。はで、今荻原さんの見ていると、はい、もうかなりいい線いってるなというような感じですね。ありがとうございます。はい、竹刀で打つ時の力、打撃力と竹刀が打突部位に当たっている作用時間についても高段者と初級者では大きく差が出ています。初級者が打撃に長い作用時間を要するのに対し、高段者は短い時間で大きな打撃力を発揮しています。一通りこれで基本は終了ですか。まあ打ち方というかね、個人的な打突動作というものを一応練習したと、はい、いうことなんですよね。はい、はい、
まあ実はこの後どうやって打つかということについてはまだ練習しなくちゃいけないんですけどね。でも相手を実際に打ってみたいですか？打ってみたいですね。やはり剣道ですから、ちょっと無謀かもわからないけど、はい、一応じゃあチャレンジしてみますか？お願いします、はい、じゃあうちの学生ですけども、はい、ちょっとチャレンジしてみましょうか。じゃあお願いします、ね、はい、ちょっと来てください。じゃあ、松本君と綱島君にお相手をしてみましょう、はい、ね、よろしくお願いいたします。松本さんは何段なんですか？あ、3段3段また強そうですよね。そうですか。綱島さんは4番で、あれ、松本さんより綱島さんの方がお強いんですか？はあ、不思議なもんですよね、剣道って ね、 ね、分かんないですよね、はいはい、まあ、ね、一つチャレンジして、はい、ちょっととりあえず頑張ってみてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。頑張ります。はい、拝見。タイム、はい、今何かありましたよね、うん、今打たれましたね、はい、今のは面ありですけどね。あれ、今もう今もう決まったんですか？今はもう1本ありですね。早くて全然見えませんでした。今どう入った？惜しかった。まだ、うん、当たってはいるんだけども打ちが弱い。あ、打ちが弱い。打ちが弱いね。それからやはりそのまで 手だけ打ってもダメなの、要するにさっき言った踏み込んで打たなくてはいけないということですよね、うん、難しいな。はい、どうぞ。1、2、抜いて尊敬。はい、始め。おー、松本さんは綱島さんよりワンランク下ですからね。一応ね。よし、一応ねっていうのがちょっと怖いですから。あ、怖え。敵に背中見せちゃダメ。はい、そう。ああ、小手やられた。早くて見えない。そう、そう、もう来て、もう来て、踏み込む。怖くても打つ。押し押し、まっすぐまっすぐ。そう、おお、そうそうそう、いいとこ。あー、出よ。おお、もう来て、うん、はぁ、うん、はい、やめ。対戦は今日はこれにて終了でよろしいですか？結構です。はい、お疲れ様でした。もう怖くてここにいられません。はい、それまで。まあそれにしましても今日基本から教えていただきましたけども、そうなかなかうまくいくもんじゃないですね。そうですね、やっぱりこう形だけできていても、まあ、例えば目打ち一つにとってもね、うん、やっぱり彼らの方が極めてパワフルというかスピードもあるし、でしょ。やっぱり個人的なレベルでもやっぱり何回も練習して稽古をして、うん、でやはりそれだけ合理的な動きができると、ということがまあ一つ必要ですよね、はい。で今度それができてくると、今度は次に大事なことは相手とこう実は試合をするわけですよね。稽古するわけですから、相手だって打たれたくないし打ちたいでしょ、そうするとどうしたったってやっぱり打つこともあるけども打たれることもある、できれば打ちたい。どうして打ったらいいだろうか、ね、はい、つまり対人的な技能という、ね、いかに相手を打つかという、で次のステップが必要になってくるんですよ。そこがね、すごく幅も奥行きもあるんですよ。東京巣鴨にある道場、ここでは毎日朝稽古が行われ、多くの剣道愛好家が汗を流しています。ここで農工大の松本さんに再び協力していただくことにしました。市販に松本さんに道場の師範佐藤先生に挑戦していただき、
剣道講談社の技の一端を探ろうという試みです。5歳から竹刀を握り、剣道歴は70年。若い頃の厳しい稽古があってこそ今があると佐藤先生は言います。これは目の前にある明かりが点灯してから、それを認めてジャンプするまでの反応時間を計測する装置です。佐藤先生と松本さん、それぞれ続けて5回ずつ計測しました。佐藤先生と松本さんの反応時間には約 0.1 秒の差があり、松本さんの方が反応速度が速いという結果が出ました。いよいよ佐藤先生に松本さんが稽古をつけてもらいます。反応時間の測定結果を見ても、個人的運動能力は若い松本さんの方が高いと思われます。さて、どんな結果になるでしょう。ありがとうございました。はい、ありがとう。だいぶ試合慣れしてるな。いや、そんな。相手が攻めていたとこ絶対素直に打たねえもんな。そうですね、うん、とても勘のいいね、スピードのある面だ。いい面打たれた。はい、2発ぐらい、はい、あそこは無意識で打ってるはずだ。はい、うん、頑張りましょう。はい、ね、どうもありがとうございました。ありがとう。ビデオを見ながら、どんな駆け引きがあったのか、佐藤先生と名切先生に分析していただきました。こう、ま、松本君 あのタイミングとかそういうのが大体もう先生分かってるんですか。あれはパッと大体避けてるでしょ、抑えてるでしょ、うん、現実にあのうんと打ってるようだけども、うん、結構有効に当たってるのはあんまりない。そうですね、うん、迎えに行ってるから軽く返せるわけですよ。ここのところもう一回行きますね。だから、はい、でここで来る、はい、来るから誘ったから今どうやって行って行ったですね、はい、佐藤先生が右足を出しながら間合いを詰め、松本さんを攻めます。先生は松本さんに反撃の隙を与えず、先んじてさらに前に出ます。その攻めに耐えきれない松本さんは思わず手を出してしまいます。
松本さんが打たざるを得ない状況を作った佐藤先生は難なく松本さんの攻撃をかわし、一連の流れの中で無防備になった銅を打ちます。攻めて打たせて応じて打つ、これで一本です。6分半にわたる稽古で若さやスピードに勝る松本さんも、駆け引きでは佐藤先生に完全に主導権を握られ、息が上がって最後は手も足も出なくなってしまいました。確かに体力的にはですね、スピードの面において、学生の方が優れているというふうに見えますよね。しかし、先生の方はその学生のスピードに負けないようにそれを防御する、防御すると同時に今度は技を使って相手を打つと。でこれはやはり長年の経験によって、いわゆるその相手の持っている情報といったものを客観的に察知して、いわゆる読みということにつながるわけですけども、それを元にしながらですね、相手との、やり取りをしているということで、これはいわゆる経験を積めば積むほどですね、情報処理能力というようなものもだんだんと向上してくる。もう一つは同じような目的目標を持った剣友と剣を交えることによってですね、いわゆる心身をさらに高めて、なおかつ社会性というか社会の中で豊かな人間生活を送れるという意味合いにおいてはですね、剣道というのは本当にいわゆる障害武道、障害剣道として最も適しているというふうに考えております。どういうわけか竹の棒でひっぱたき凝らしてね、本気になってやれる相手というのは一回やって終わったあと、ものすごく風呂でシャワーでもかぶりながら裸になって、でお茶でも飲みながら話してると親密感が湧いてくる。これどういうわけかなと思うんだけども、強い相手ほど愛着が出てくる、終わったあとすごい仲間になれる、その辺が魅力じゃないですか。長年の修練、経験を積み重ね、技を磨き、さらに人としても修行する。しかしなかなか答えに行き着かない。その奥の深さこそが剣道の魅力ではないのでしょうか。体育の授業以来、久しぶりに剣道をしましたが、とっても楽しかったです。ですが、私はまだまだ修行が足りないようです。